一般部門入選。内緒の注射は思いやりの言葉。兵庫県花澤香織。くも膜下出血の手術が成功し、大喜びしたのもつかの間、母は術後2日目に始まった脳血管連縮の耐え難い激痛で常軌を逸していた。集中治療室内には、注射して注射してと痛み止めの注射を放して叫ぶ母の声が哀れに響き、私は逃れようのない現実を直視できずにいた。激痛を引き受けてもやれず、かける言葉さえ見つけられず、助かったことさえもが結果的に母を苦しめることになったのではないかとまで思い詰め、切なかった。頑張れなどという薄っぺらい励ましの言葉はもはや母には通用しない状態で、私は自身の不器用さを嘆き、途方に暮れるほかなかった。その時だった。辻さん、痛いな。先生には内緒で次の注射、予定時刻より早めにしよう。内緒の注射するから、もうちょっとだけ我慢してね。そう母に語る優しい声の主は看護師さんだった。その声を聞いた瞬間、私の中から不安は消滅。痛がり続ける母も、途方に暮れる私も、決して孤独ではないのだと思い知った。母に語られた言葉は看護師さんから私への、安心してください、私たちがお母さんの痛みと向き合い全力で支えていきますから、心配いりません、という心強くて責任感に満ちたメッセージであると確信した。でも内緒の注射と聞いてちょっと笑ってしまった。医療上そんなことは断じてできないと私にだってわかる。それなのにその言葉を聞いたとき、嬉しくて胸が開いた。当然母には痛み止めの内緒の注射はされなかったが、私の心には安心感と心強さのエキスがたっぷりと詰まった言葉の内緒の注射を看護師さんが打ってくれた。母は後遺症ゼロで今を生きている。あの時の光景を思い起こすたび、感謝の気持ちがあふれ出し、笑みが浮かぶのだ。